在のコンディションの方はいかがでしょうか。ああ、いいです。改めてなんですけど、相手選手の印象などいかがですか。まあ、アグレッシブで強い選手かなと。今回の大会ではどんな試合を見せたい。一番緊張感のある激しい試合。オフィシャルは以上です。他ご質問ある方は。甲斐選手の試合が気になくなって、それ2人で、同じ当日に試合を目指したんですけど、それは久保選手にとって何か影響があったんですか。いや、僕には影響はないですね。そしたら今回のセコンドはどんな感じですか。あ、弟はつくと思います。あ、つきますか。今は三浦選手の試合練習のサポートにもなってもらってもらってるんですか。いや、合ってないですね、ずっと。はい、当日なんですか、例えば家族とか、友達から友達とかっていうのは誰がいらっしゃって何人ぐらいですか。まあ、今ジムのインストラクターしてるんで、そこの会員さんだとか、まあ、地元の友達とか、まあ、家族含めて150人ぐらい来てくれるんじゃないかなと思います。地元からは何人ぐらいですか、友達は。多分80人とかですかね。はい、ちなみにご家族は誰がいらっしゃるんでしょうか。母親と、はい、おじいちゃんおばあちゃんとか。ちなみに、通常体重どれくらいで、そして当日はどれくらいになるんでしょうか。大体です。通常体重は73キロぐらいで、試合の時も73ぐらいだと思います。減量というものは苦しみはないですか。そうですね、減量はしないんですけど、まあ、水抜きは4キロとか5キロやるんで、今日。まあ、そこの苦しさはやっぱ変わらないですね。じゃあ当日の体重になるっていうのは、いわゆる1日だけっていう感じですか。当日、まあ、いわゆるその体重になるというのは、当日の試合の契約の体重になるっていうのは、もういわゆる水抜きするその日だけ。あ、そうです、そうです。わかりました、ありがとうございます。他にご質問ある方。今回の契約体重は試合では初めて。あ、前回の大晦日は68でしたけど、はい、まあ、でも今回は多分通常体重が80キロ以上あると思うんで、相手は、はい、まあ、本当のライト級の選手なんで、まあ、初めてフィジカルの、まあ、差とかは体感できるのかなと思ってますけど。フィジカル面で特にこうやってきたことっていうのは、まあ、レスリングを中心に練習してるんで、まあ、フィジカルでもあんまり負けるとは思ってないんですけど、まあ、あとはやってみて。それはピュアレスリングもやってきたってことですか。まあ、そうですね、週1回だけは。はい、それは学校に、どっかに、あ、いや、ハーツでレスリングだけの日があるんで。